。それではお二人よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。去年の6月ですか、5月からの始めまして、だいぶね、今回は長丁場で、ご苦労された方も多かったんじゃないかと思います。各有私どもですね、いつもはちった先生らしいことはできたんですけども、実はひょうたんを作るというのはですね、私ども初めての経験で、四苦八苦したというのが本当の、ところです。それなので、ちょっとあんまりその好評らしいことはできないんですけれども、私どもの苦労話も交えながらですね、この約半年の、振り返りをさせて、いただきたいと思います。はい、まず、種まきですね、種まきの時っていうのは、このウリの仲間っていうのは温度が高くないと出づらいっていう、特徴がありますし、またひょうたんというのはすごくね、茂る、特に大きくするためにはやっぱりしっかり木を作らなくちゃいけないということで、こういう大きなね、やっぱり入れ物で、やっていただいた方が大きくなったんじゃないかなっていうふうに、思ってます。でこれが私どもの、やった緑のカーテンみたいにしたんですけれども、そこで、これ、ね、ネット張り、これネット張りです。ネット張りですね。ね、この交渉作業みんな嫌がってやらないんで、これ私です。あ、違う、これ俺じゃない。あ、これは違う、大牟田さん。大牟田さん。大牟田さんかこれ。みたいですね。で、一応本当はね、この交渉作業っていうのは安全帯をつけなきゃいけない高さなんですよ、本当は。でもちょっと安全帯引っ掛ける場所もないし、あれなんでヘルメットだけかぶって上がると。いうことで結構おっかないです。上がると4メートルぐらいまで上がりますんで、はい、でこれがひょうたんですね。天下一っていうのはいわゆる大きくなる大ひょうたんというタイプになりまして、他にもですね、ちっちゃいひょうたんがたくさんつく千なりひょうたんですとか、それから、なんですかね、こうひょろってこう細長くなるような、ひょうたんですとか、いろんなひょうたんがあります。で、実は植物的にはひょうたんっていうのはかんぴょうを作る夕顔と同じです。全く植物の種としては、夕顔と変わりがないですね。で、苦味がないタイプが、夕顔かんぴょうにされて、そうじゃないタイプが、苦い、中身が苦くて食べられないようなタイプが一応こうひょうたんになっているということで、同じですし、もうほとんど親戚っていうか兄弟ですね。さっきも言いましたようにですね、温度が上がってからじゃないと非常に芽が出づらい性質です。これはゴーヤとかキュウリなんかも同じ性質で、あまり慌てて巻くとかえって失敗してしまうと、いうことですね。で、今回ですね、なかなかですね、やっぱり芽が出なかった方が、いらっしゃったんじゃないかと思いますけども、私たちもちょっと出ないのは正直言っていくつかありました。で、私自身の感想としては非常に双葉が大きいなという、イメージがありますね。かぼちゃとか大きい双葉の作物と同じようなやっぱり双葉で、ちょっと初めてひょうたん作ったんで少しびっくりしたというのが、こんな双葉ですね。これちょっと厚ぼったくてポテッとした可愛らしい双葉ですね。これは湘南ボーイさんですか。はい、もうプロの目出しですね、これね。はい、で間引き、間引きって作業ね、やっぱり皆さん一番嫌だっていう方が結構いらっしゃって、私もあんまり間引きっていう作業は好きじゃないんですが、がっちり育ててやるためにはやはり1鉢1ポットに1個に間引いてやるっていうことが結構大事な作業なので、ここは心を鬼にしてやっていただきたいなと。
これあのうちの田辺がやってますけども、まあ、元から鬼なんで何の習順もなくやってますね。はい。でこれがですね定食です。定食はですね、これだと双葉があってで本葉2枚目で、植えてますね。あんまり植え込みが遅くなるとあの根っこがのポットの中でこうギチギチになっちゃってその後根っこが張りづらくなるんで、少し若植え気味にした方が結果がいいかもしれません。あの植物によってですね遅植えした方がいいものと早植えした方がいいものがありますけれども、まあ、ウリの類はちょっと早植え気味の方が、うまくいくのかなっていう感じ僕個人としては思ってます。トマトなんかはあんまり早植えしすぎると木ばっかりこう茂っちゃって実があんまりつかなくなったりするんですね。でちょっと遅めに、植えたりして、樹勢っていって木の勢いをコントロールするんですけども、まあ、こいつらやっぱり実を大きくしたいんで早植えしてガバッとこう根っこを張らして茂らしてやるってことが結構大事かなと思います。これもそうですね定食、まあ、あのこれもあの見ていただくと分かります。結構土の量が多い土の量が多いっていうのはやっぱりあの地上部がこう茂る植物には結構大事なことです。どうですかね、やっぱり最低でもですね、20リットルぐらいないとあんまり茂りが悪くなっちゃう。できれば1株で30リットルぐらいあるかといいかなっていうふうにあの私たちは作ってみて感じました。はい、でもそうですね、であのしばらくはねやっぱりあのつるが何かに巻きつくまでは風とかで倒れたりするとかわいそうなんでこうやって、まあ、仮支柱っていうんですけどもこれあれですかねあのお箸かなんかですかねあのこうやって仮支柱をしてこうパタンとなんないようにしてやるってことは、大事なことじゃないかなと思います。はい、摘心、摘心っていうのはですねあの脇芽を吹かすほっといても脇芽ってある程度時期が経つと出てくるんですけれどもどちらかというとですね、頭を止めてあげる摘心ピンチって言ったりしますけどもこの作業をやることによって脇芽の吹きが、良くなります。であの実つきが早くなるって傾向がこの作業をやると出てきますのであの大きくしたい、ひょうたんとか大きくしたい時には多分やった方がいいんじゃないかなっていうふうに、思います。ゴーヤなんかも、緑のカーテン、とかに、するにしてもやっぱりあの脇芽でこう茂らせてあげたいんで、ゴーヤの場合は大体本葉が7枚ぐらいでこのピンチっていうのをしますね。これも大体同じぐらいなのかね6枚ぐらい。ただこれはあのひょうたんは普通ネットとかあの棚についてからピンチをするあの摘心をするっていうのが普通なんですけど今回の場合、ウリキンウアバっていうあの、ね、あの幼虫が芽の先についてしまってでもうあのどうしようもなかったので仕方なく早めに6枚目の上ぐらいで摘心したというものです。ウリキンウアバは悪いやつであの、まあ、葉っぱとかも食べちゃうし芽も食べちゃうしあの実の周りもこうチキってかじってもらってなんか傷になってしまうっていうあの大変悪いやつですね。こちらあこれも摘心ですね。ここを止めてあるっていうことでしょうかね。ポチンと止めてこれもあのつるが巻いてますよね。こうなってくるともうあんまり多少の風とかでは倒れたり引きちぎれたりしないのでちょっと安心だと思います。脇芽かき、摘心して脇芽を吹かすんですけれども脇芽ばっかりにしちゃうとたくさん実がつきすぎちゃって、今度は実が大きくなってくれないんで、いくつか何本ですか、ね、2本2本、元気のいいやつつる2本に、私たちが、これ仕立てました、さっきの、 あの、ガラス温室の横ですねこれこうネットが張ってあってもうこう巻きついてきている状態でしょうか。で追肥ですねこれあの、長丁場の作物なんで、であの地上部のボリュームがすごく出ますんで適宜追肥をしてやるってことが結構あの重要だと思います。あの単発でね短い植物だと